ドニミホリャツ、ドニミホリャツ、ドニミホリャツは、クロアチア・スラボニア地方をシエクバラニャ軍の都市及び、基礎自治体である。ナシツエの北 34km に位置する。主要な産業は、農業、ゴムやプラスティックの加工、酢の生産や飲料など、食品加工などである。2001年現在の人口は1265人で、そのうち95%を、クロアチア人が占める。 戦士時代より人が住んでおり、考古学的な発見もされている。イルリア人によって、最初の定住地が作られており、ローマ時代の生活の後も発見されている。その後は、アバール人の集落などが形成されている。10世紀、クロアチア王国が成立する都度にホ放ツは、ハンガリーからの侵略を防ぐ境界となる。11世紀、この地域一帯は、 ハンガリー王国が力を強めるようになる。1057年、ドニ・ミホラツは初めて文書に記録されている。12世紀に入ると、ハンガリーの支配下に入り、16世紀から17世紀にかけては、オスマン帝国の支配下にあった。ドニ・ミホラツで行われている行事であるミホルジャ・コシージェロは、メ都トとなる地域行事で、伝統的な民族衣装の披露や、 美味しい郷土料理などが提供されている。また、観光の中心として、狩猟やドラーバー側での釣りも盛んである。ありがとうございます。